はい、これはですね、オープナーで、あんまり日本では扱ってないんですかね、ホロテックですね。ホロテックのこれはミニオープナーですね。でマックスオープナーっていうのもあったと思います。これミニプレスってやつね。あとこれは同じくホロテックで、こう手で開けるタイプなんですけど、これベルジョンの、を爪のところですね、外して、爪型のオープナーとか外してこれにつけていましたけど、ホロテックもベルジョンも同じ留め具なんで、両どっちでも合います。ということで、まあ、ホロテックのパーツは、まあ、ベルジョンにこの全部じゃないですけど爪の部分はですね合いますね。でこれがミニオープナーですね。ちょっと開けてみましょう。まあ、これはですね、サイズ的にも小ぶりで、まあちょっとした開けるんだったら、まあ、これでいいんじゃないかなっていうには思ってますけれども、はい、これが土台の部分ですね。これをこう押してこうやって開けますね。でこれが時計を止める固定台ですね。固定台でここのところにこの樹脂の傷がつかないように樹脂の爪をはめて、上のところはですね、まあ、ホロテックオメガに結構強いんで、例えばオメガ の爪であればオメガですね、オメガの爪であればこれをつけて、止めて、でこれでグッとやって開けます。今ちょっと軽くだから取れちゃいました。まあ、こういうホロテックですね。これもですね、まあ、結構簡易オープナーとは言っても本格的に何でも開けることができます。できますね。昔なんか時計のちょっと文字盤で補修してもらうところ行ったら、これホロテック使ってましたね。そこはその時初めて見たんですけど、こういうオープナーあるんですかって、あるんですよって言って、だから別に普通の時計屋さんでもホロテック使ってる人もいるかもしれません。まあ、ホロテックのこれミニオープナーですけど、これもまあ結構使いやすいオープナーだと思います。普通の時計だったらこれで開いちゃうんじゃないですかね。はい、まあ、ちょっとベルジョンと比べてみましょうか。大きさがどれだけ違うか。こんな感じですね。ベルジョンのオープナーでかいですから、こんな違いますね。これホロテックでもマックスっていうのもあるんですけど、これミニオープナーなんで、もまあ普通に使うんだったらこのミニオープナーぐらいがサイズ的にもいいですよね。これに爪つけて、この爪ですね、この爪つけておけば、これをつければ開いちゃいます。はい、結構便利工具かもしれない、ホロテックの方が。まあ、サイズ的にもね、こんな違いますんでね、ベルジョンに。はい、ホロテックです。まあ時計好きな人はどうしてもこういうパーツとかも、